KDevelop は Linux や他の Unix 系オペレーティングシステムにおけるフリーな統合開発環境の一種である。KDevelop は GPL で提供されている。KDevelop にはコンパイラは含まれていない。代わりに GNU コンパイラコレクションを使って実行コードを生成する。Ada、Bash、C 言語、C、h o r t l a n Java、Pascal、p l PHP、Python、 Ruby, SQL といった多数のプログラミング言語をサポートしている。k d e v e l o p 3.0では k d e v e l o p 2が完全に書き換えられた。2004年2月に KDE 3.2と共にリリースされた。k d e v e l o p ではクパート技術を通して組み込みのテキストエディタコンポーネントを利用する。デフォルトのエディタは k a t e であるが q t i e デザイナーベースのエディタに置換する設定も 可能である。以下のリストでは、主に k イ i ベリ l プ i p 自身の機能を列挙している。エディタ固有の機能については、それらエディタの記事を参照されたい。k イ i ベリ l プ i p さんは完全なプラグインベースのアーキテクチャである。開発者が何らかの変更を加えたとき、彼がしなければならないのは、そのプラグインのコンパイルだけである。ロードすべきプラグイン群を指定するプロファイルを複数保持することが、 できる。KDV リップ自身にはテキストエディタは含まれていないが、それにもプラグインが利用できる。KDV リップはプログラミング言語やシステムから独立していて、KDE, GNOME, QT, GTK, WAX Widgets などをサポートしている。KDV リップは各種プログラミング言語をサポートしており、C 言語、C、Python、PHP、Java、 コートラン、ルビー、アダ、パスカル、SQL などの言語やバッシュのスクリプト作成に対応している。ビルドシステムとしては GNU、クメイク、クメイク、その他をサポートしている。入力保管は C 言語や C で可能である。シンボルはバークリー DB ファイルに保持され、最高分解析せずに高速に検索される。K d ィベリップは 他のプログラミング言語向けの新たな公文解析器を作成するフレームワークも提供している。統合されたデバッカによってグラフィカルにブレークポイントを設定したりバックトレースを見たりといったデバッグが可能である。コマンドラインの GDB とは異なりプラグインとして動的にロードして利用することができる。クイックオープンによりファイル間の迅速な誘導が行われる。現在50から100の プラグインが存在している。主なものとして、永続的なプロジェクト全体用コードブックマーク、テキスト入力を高速化するコードアブリビシャンズ、スタイルガイドに従って、コードを成形するソースフォーマター、正規表現による検索、プロジェクト全体に対する検索、置換機能などがある。ありがとうございます。